フランス特殊部隊 RAID は2016年のフランスベルギーのコメディ映画。監督、脚本、出演はダニー・ブーン、その他の出演はアリス・ポルト・ミシェル・ブランなど。フランス警察特殊部隊に入隊した女性が巻き起こす騒動と彼女の意外な活躍を描いたアクションコメディで、本国フランスでは国産映画第一位のヒットを記録している。 2016年12月19日にフランス北部パドカレー県、ディエヴァンでプレミア上映された後2017年2月1日にフランス国内で一般公開された。日本では劇場未公開だが2018年4月5日にワウワウで放送された。内務大臣ジャック・パスクアリの一人娘で警察官のジョアナは幼い時に母を亡くしてから RAID に入隊することだけを夢見て日々、身体を鍛えているのだが、おっちょこちょいな性格で、そもそも警察官としての素養にも欠けるため、入隊試験に何度も落ち続けている。それでも決して諦めようとしない彼女を、心配した父ジャックと婚約者のエドワードはジョーアナに、RAID の厳しい訓練を受けさせれば、現実を知って諦めると考え、ジャックは、 RAID のトップであるルグランに圧力をかけて入隊試験に合格させる。ルグランもベテラン隊員でジョアナの指導担当となったウジェーヌもジョアナはすぐに音を上げると思っていたが夢が叶ったジョアナは想像以上の頑張りを見せただけでなく実際に成果を上げ周囲から認められるようになる。そんなジョアナに耐えきれなくなったエドワードはジョアナにこれまでの思いを吐き出して 別れを告げると、ジョアナは、エドワードの本心を知ったことで吹っ切れた気持ちで別れを受け入れる。そして、ふとしたことからジョアナは、ウジェーヌと深い仲になる。一方、セルビアのテログループ、レオパールのリーダーであるビクトールと、そうとは知らずに知り合いになったジョアナは、会話の中で、RAID の作戦に関する情報を漏らしてしまっていた。ふとしたことから、 ようやくその事実を知ったジョアナは、レオパールが、各国首脳が集まっている会議を狙っていることに気づき、ルグランの命令を無視して、会議が行われている古城に駆けつける。しかし、父、ジャックを含め、誰も、ジョアナの言うことに耳を貸そうとしないため、ジョアナはジャックを人質にとって無理やり首脳らを退出させる。しばらくして、レオパールによる攻撃で古城が倒壊する事態となった。 ことで、ジョアナの判断が正しかったことが証明される。そして、攻撃の成果を確かめにやってきた、ビクトールラとジョアナの間で銃撃戦となり、さらにそこに、ウジェーヌラが駆けつけたことで、最終的に事件は解決。ジョアナは、大統領から表彰を受けることになる。しかし、ジョアナのおっちょこちょいは治らない。アロシネによれば、フランスの24のメディアによる、 評価の平均点は5点満点中に8点となっている。ありがとうございます。